ドルフィンウェーブ。今日も始まったぞ、ドルフィンウェーブ。わだつみ中に響き渡るこの大人気ラジオのパーソナリティは、私、村早真汐とラブスーパーノヴァ、みんなのアイドル、くくりともだよ。スーパー、なんだその変な挨拶は。てか、また挨拶変えたのか。飽きないな。な、一晩かけて考えたんですけど、スーパーキュンキュンな挨拶なんですけど。それを言うならマシオ、あんただって。なんだよ、普通のラジオの挨拶だろ。何が変だって言うんだよ。わだつみ中に響き渡る大人気ラジオって言ったじゃん。ラジオを生で聞ける人だってそんないないっての。みんな後でネットアーカイブを聞いてるんだよね。てめえ、気にしてることをズケズケと。この三流地下アイドルめ。あ、お前もう一回言ってみろよ。はあ、ここはアーカイブだとカットだな。そうね、可愛いアイドルの見せていい場面じゃなかったかも。いけない。気を取り直して、いつものコーナーだ。トモ、コールだ。トモチンのワクワク振り返り。ということで、改めて今日の試合を振り返るぜ。ヒムカ重工と霧島の試合、新しい風が吹いた感じがしたね。熱い新人選手に大注目だ。ライダーの咲宮イルカ、パートナーのミチルちゃんも今日は気合入ってた感じ。この若々しい10代のペアが霧島の救世主となるか。トモチンと同年代のペアにワクワク。同年代。みんな、ライブ中継も見てくれてたかな。私とマシオちゃんが実況してたよ。見ててこっちも熱くなっちゃったな。やっぱ新人はやる気が違うよな。新鋭ペアの今後に期待大だ。もともと霧島は春波選手と綾戸選手のベテランペアが主流だったんだけど、最近はあまり成績が良くなかったもんね。まあなあ、そう、熱がなかったもんな。霧島関係者が聞いてたら悪いが、私も実況してて盛り上がんなかったからな。まあまだ正直荒削りだけど、気迫が違ければ全然違うからね。よし、それじゃ次のコーナーはふつおた。お便りのコーナーだ。今日もみんなから送られてきたお便り3通の中からえりすぐりをご紹介。数は言わなくてもいいんだよ。それじゃあ今回のお手紙はジングルの後でだ。私たちがたど、今週のお便りテーマはかっこいい私のエピソードを聞いてだ。お便りをくれたのはラジオネームクールな先輩さん。クールな先輩って
それ普通自称するか。あ、まあいいか。とりあえず読んでみよう。オッケー。マシオさん、トモさん、いつも楽しく聞いてます。ラジオネームクールな先輩と申します。私はその名の通りクールな先輩なので、いつもクールに後輩を指導するメガネのお姉さんです。見た目は分かったけど、メガネ関係あるかそれ。最近はクールさに磨きをかけるためにいろいろな人にアドバイスをもらっていますし、もっとクールに決めるべくメガネの形も三角で尖ったものにしようかと思っています。いや変だろそれ。三角のメガネって見たことないし、クールとそんな関係ないと思うよ。まあ続きだ。クールに振る舞うためのアドバイスをもらい、行動や言動に気をつけるようにしたせいか、最近はなるべく後輩が見ていないところでドジをするようになりました。ドジはするのかよ。滑ったり転んだり、物をなくしたり、微妙に寝坊したり、寝癖がついてたり、かっこいいセリフを噛んだり、ついつい知ったかぶりをしちゃったり、もし後輩の前でドジってしまっても、今では周りのみんながフォローしてくれるので安心です。おかげで私はかっこいい先輩でいることができています。以上、かっこいい私のエピソードでした。ああ、それで終わりか。これで終わり。かっこいい私のエピソードってが、ドジな先輩のエピソードって感じだよね。周りでフォローしてくれてる人たちがどっちかっていうとすごいかも。まあなんだ、周りの奴らが優しくてよかったな。ラジオネームクールな先輩さんには番組特製ステッカーをお送りします。あ、そういえばこのお便り最後に追記があるみたい。 PS、 番組特製ステッカーをもらったら私のクールの師匠に献上したいと思っています。クールの師匠ってなんだ？私が聞きたいわ。クールの師匠って何？まあさっき言ってたフォローしてくれるやつってことか。この人師匠がいるってことだよね。クールの師匠？そっちのエピソードの方が面白そう。次はこのクールの師匠の話を詳しく教えて。クールの師匠、そいつも本当にクールなのか謎だな。謎が謎を呼ぶクール。クールって一体なんだ。それでは最後のコーナー行ってみよう。私たちがたど、そろそろ番組も終了のお時間。ラストはドルフィンウェーブ恒例のジェットバトルにまつわるフリートークタイム。注目の霧島の新人選手の話は番組の頭にもう話したから。私あの話がしたい。ファッションブランド電撃参入の話。そういえばそんな話もあったな。今はジェットバトル界隈って風見の一強状態じゃない。そんな風見からマシンの提供を受けてファッションブランドが参入してくるなんてね。試合着やマシンのデザインだけかと思ってたんだけど、ライダーとガンナーを揃えて新規チームとして参戦なんてアイドルとして見逃せないよね。アイドルとして
そうか、そういえばこのチームって。そうなの、ネレイデス選手は自社のモデルとデザイナーなんだよ。資料も持ってきてるから読んじゃう。ネレイデスの所属選手は、美を愛し美を追求するスーパーモデルのライダー、ビーナことキラ星カンナ選手。なんだか不意に現れて愛を囁いていくとか噂が流れてるらしいな。その相棒のガンナーにしてこだわりのアーティスト、セレナ・ルイス選手。高級ブランドとやらはわからないが、相当有名なデザイナーなんだってな。ティーン向けのファッションブランドの美少女モデル、シオン選手。この子すっごくクールで超美形なの。プロフィールもほとんど公開してなくて謎めいてる。最後にシオン選手とペアを組むガンナー、ヘリー・ルイス選手。セレナ選手とは姉妹らしいな。こっちの方が姉だから注意しろよな。この資料だけ見ると単に自社のモデルとデザイナーを選手として登録したって感じだけど、練習試合では本気で取り組んでたよ。筋もめちゃくちゃ良くて嫉妬しちゃうよね。ハザミが練習メニュー組んでるらしいぞ。片手間って雰囲気じゃなかったな。それだけじゃないよ。試合着は素敵だし、練習場がフローラルな香りでいっぱい。あれがモデルって人種なのかね。うちの隣のやつにも見習ってもらいたいもんだね。おいおい、どういう意味だそれ。そういうとこだよ。アイドルならあれに負けるなよ。別に負けてるとか思ってないけど、むしろアイドル力としては勝ってるが。トモチンをモデルとして雇う気はないかな。いつでも連絡待ってます。これを聞いて雇ってくれるならそれはそれですごいな。ま、それはさておき、本気でネレーデスには注目だな。風見の練習プログラムはガチだからね。みんな筋もいい感じだし、宣伝目的だって見くびらない方がいいかも。まあだがそうなるとやっぱ風見一強って感じだよな。提携してるんだし。そうだね。だけど他のチームもまだこれから。一番最初に触れた霧島の新人もどんどん強くなってほしいよな。リスナーの皆さんもワクワクしながら試合を追っていこうね。スタジアムが盛り上がってれば実況にも気合が入るってもんだからな。それではまた次の番組で、もしくは次の試合で会おうね。できれば生でラジオを聞いてくれよな。お相手はみんなのアイドル、ともちんとラジオの申し子、村早真汐だ。また聞いてくれよな。